はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、自分のちょっとコレクションをね、ご紹介したいと思います。そちらがね、こちらになります。はい、はい、まあ、見た感じね、某ゲームにそっくりですけれども、新生メガテニスト、はい、デジタルデビルファンって書いてあるんですよね。で、背表紙もこういう感じですね。はい、でこれはね、シールアルバムなんですよ。はい、こう中身を開くとこうやってシールがコレクションしてあるんですけれども、まあ某シール風ですよね。うん、某ゲームの某シール風。はいはい、でもね、これね、私ね、これ買い揃えたんですけれども、めちゃくちゃ出来がいいんですよ。うん、もうイラストが秀逸。まあ、この2枚はちょっとおまけでね、いただいたんですけれども、こうキラキラ、もうほんと某シール風ですよね。うん、でこう義経とかね、こういうのなんか白星とかね、いろいろなんか工夫がね、すっごいされてるんですよ。なんかめっちゃ豪華な。アマテラスなんて金の箱押しですよね、名前の部分が。めっちゃ豪華。うん、でちゃんとね、こちらのシールはね、裏書きも書いてあるんですよ。はい、いや、これは細かいよね。うん、それがまたいいね。こういうコレクション性のあるの大好きなんですよね。でここはね、カオスヒーロー、ローヒーローとあるんですけれども、こちらなんとね、ダブルシールになってるんですよ。めくるとその下にキラキラがあるっていう感じなんですよ。で自分ね、これね、2枚ずつ買ったんですけどね、 1枚ずつね、どっか行っちゃったんですよね。なので本当はめくり済みをここに入れる予定だったんで、ちょっとここのね、隙間を開けてるんですけれども、うん、ちょっとこれ買い直さないとな。で、ひとしら。うん、某ゲームの3の主人公っぽいですね。で、フリー。うん、これも、うん、はい。デザインがほんとね、かっこいいよね。リフォルメされてるんだけどかっこいい。でね、同人シールによくありがちなね、ちょっと安い印刷っぽい感じもないんですよ。めっちゃよくできてる。うん、だから集めちゃったんですけれども、はい、私が持ってるのはね、今んとこここまでなんですよね。結構いっぱい出てるんですよ。ただね、残念なことに売り切れてる商品もあるんでね、うん、全部は揃えられなかったんですよね。まあ、一応ね、動画の概要欄に、まあ、もちろんね、このムパシっていうね、はい、ムパシキっていう方のショップなんですけれども、そちらのね、リンクを概要欄に貼ってありますんで、もしご興味がありましたらね、そちらで飛んでみて、欲しいものがあったら購入してみてはいかがでしょうか。まあ一応ね、ちょっとお見せしますね、とりあえず、スマホ越しですけれども、はい、ここのね、ブースっていうアプリですね、はい、こちらに出展されてるんですよね。ストップムバシ君っていう感じで、一応フォローさせていただいてるんでね、はい、メガテンシリーズのファンがデフォルメイラストを描き、某チョコ風48ミリ自作シール二次創作を作りましたと。裏面印刷もあり、角プリメタリック、素材も本家同様のイメージ。うん、はい、で
一応ね送られてくるときこうやってね台紙付きなんですよ。こういったね台紙と一緒に送られてくるんですよ、はい、でお値段はねまあ物によりけりですけれどもだいたい500円からになってます、はい、でこちらはねシールターミナルセカンドということでねバインダーですね。自分が持っているこのバインダーとほぼ同じものなんですけれどもこちらが約2000円で、はい、まだ購入できます。で受注生産なんで一応再販の予定はないということなんでねもうこれはもう早いもん勝ちになりますね、はい、で一応在庫がないやつはねこうやってちゃんと在庫なしって、うん、左下にありますんでこれはもう在庫がもうないやつです、はい、自分も買えなかったんでね、はい、でこのね邪教の親方うん、邪教の館じゃないよ邪教の親方、はい、これ自分持ってないんですよね。自分が持ってるのはこちらはね名刺シールっていうことでキラキラしてない普通のシールなんですけれども、こちらはキラキラしてるやつなんですよね、はい、こんなキラキラしているやつなんでこれはねちょっとカートに入れちゃいましょうでここら辺はねもう持っているんででここら辺はもう在庫なかったんですよね。でスカーフもないしでローヒーローとカオスヒーローはねちょっともう一回買うかダブルシール、はい、こんな風にねちょっと後ろ見えてるけれどもこれデザインかっこいいんですよカオスヒーローでこれもねちょっともう一回買っちゃいます、まあ、これはねダブルシールなんでちょっとお値段がねやっぱ高いですね。1100円になってますけれども、はい、ダブルシールっていう時点でねもう某フラツイストみたいなね、うん、感じで大好きですねこういうギミックは。でヒトシュラでピクシーでこちらのねデザインの、ファイルバインダーはもう在庫ないですね、はい、でベルゼブブこれ持ってないねこれ持ってないピンクメタル箱押しうんいいねポチっちゃいましょう。でこちら大天使ルシファー東京フェス2019年ジュライダーが7月か、はい、こちら持ってないなポチっちゃいましょう。ここら辺もねフェスのシールがいっぱいありますね、はい、鬼こちらも在庫ないでデカラビアもないこちらがあの名刺シールですねといった感じなんでね。いやもう本当ぜひね皆さんもご覧いただいて購入してみてはいかがでしょうか。うん、といった感じでね今回はねちょっと一風変わったシール、あ同人シールっていうんですかねこういうのはね。はい。まあでも本当よくできてるんで、もうビックリマンをねコレクションしている私からしてもねクオリティがすごいいいです。ハイクオリティ。しかもこのバインダーもねめっちゃなんかいいんですよ。高級感あるっていうかねめっちゃ使いやすい、うん、このねバインダーのこの爪の部分、ね、ここをね引っ張るだけで開くんですよ。こうやってすごくないこうやって押すだけで閉じるっていうね初めてこんなはい。いやこれはいいな、うん、このバインダーもなんかすっごいいいのこのツルツルしててテカテカ、うん、高級感ある、はい、といったねちょっと私のコレクションをご紹介させていただきました。ぜひね概要欄からリンク先貼ってあるんでそこからね飛んでね在庫があるうちに買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回は私のコレクションをご紹介させていただきました。この機会にぜひねチャンネル登録
していない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。